日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の食はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらファミリーマートのお母さん食堂うま塩チキンを食べたいと思います。ファミマのチキンというのはやっぱりファミチキンのイメージありますから、こういうのもあるんですね。どんな感じなのかな。中を開けてみると、こんな風にコロコロとした唐揚げみたいなものが入ってますね。唐揚げとは違うのかな。それでいいのか、まあ、どっちでもいい。ではいただきます。変な宿命なのか、ちょっと衣がふにゃっとしていて、唐揚げというよりはチキンナゲットに近い感じでしたね。で、塩は結構きつめに効いていて、口の中でビリビリと刺激を与えてくれます。なので塩味が好きな方におすすめですね。塩味のチキンナゲットといった感じでしょうか、まとめに。というわけでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントお楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。